4酸化2窒素は化学式 N2O4 で表される窒素酸化物の一種である。窒素の酸化数はプラス4。強い酸化剤で高い毒性と腐食性を有する。4酸化2窒素はロケットエンジンの推進剤で酸化剤として注目されてきた。また化学合成においても有用な主薬である。固体では無色であるが液体、気体では平行複製生物のため、 定食している場合が多い。分子構造は平面的であり NN 結合距離は1.78、NO 結合距離は1.19である。不対原子を持たないため、二酸化窒素と異なり、半磁性を示す。四酸化二窒素自体は無色であるが、次の化学平衡の存在により二酸化窒素に由来する色、すなわち気体では、赤褐色、液体では黄色に定食している。 2脳 2N 4ディスプラスタイルセ2の2イコール N 4ディスプラスタイル RMM バックスまた加熱によって平行が二酸化窒素側に移動する必然的に二酸化窒素を含むスモックは4酸化2窒素を成分として含むアンモニアを触媒的に酸化する反応により製造されるこの時希釈により反応温度を下げる目的で水蒸気が注入される 水の大部分を凝縮により除去し、さらに冷却すると、反応ガス中の一酸化窒素は酸化されてに、酸化窒素となる。残った水は反応して、硝酸となり除去される。最後に、冷媒液化装置で処理すると、ほぼ純粋な四酸化二窒素が得られる。四酸化二窒素はこれまでに開発された、ロケット推進剤のうち主要なものの一つである。1950年代より、 アメリカ合衆国とソビエト社会主義共和国連邦のロケットに貯蔵可能な酸化剤として使われている。4酸化に窒素はヒドラジン系ロケット燃料と組み合わせて自己着火性推進剤を構成する。4酸化に窒素のロケット推進剤の一つとして初期においては空軍の大陸間弾道ミサイルを起源に持ち多くの衛星発射を行ったタイタンロケットに使用されている。 合衆国のジェミニ宇宙船やアポロ宇宙船にも使用され、スペースシャトル、多くの静止衛星や新宇宙探査機にも使われ、続けている。4酸化に窒素の酸化剤は NASA がシャトルの後継としている。次世代を換気においても使われ続けると見られている。そして、ロシアのプロトンロケットや中国の調整ロケットでは、主要酸化剤としても利用されている。 推進剤の用途では4酸化2窒素は単に4酸化窒素と表示され、んとと表された略語が頻繁に使われる。付け加えると、下合金の応力腐食血管を防止する目的で、ントは数、数の1酸化窒素が添加されている場合が多く、そのように製造された、推進剤等級のんとは、ミックスとオクスイズオブナイトラジェント呼び表される。 今日の多くの人工衛星は、本当の代わりに、門が使用される。例えば、スペースシャトルの姿勢制御システムには、門ン酸が使用されている。四酸化二窒素が、化学的に、脳にに、回列する性質が研究され、乖離力体と呼ばれる先振動力発生システムに、利用されている。冷却された四酸化二窒素は圧縮し加熱されると、分子量が、半分の二酸化窒素に回離する。 この熱い二酸化窒素は管内で膨張させると圧力が低下し冷却される。この冷却効果がヒートシンクとして働き、元の分子量の四酸化二窒素が再生する。この乖離力体のブレートンサイクルは動力変換装置の効率向上に役立つと考えられている。四酸化二窒素には多様な化学が知られている。硝酸は四酸化二窒素から大量合成されている。 この化学種は、水と反応として、硝酸と亜硝酸等を生じる、N2O4H2O の2の3、ディスプラスタイル、セ、N2O4H2O マイナスの2の3複製生物の、亜硝酸は、加熱により、不非としかを起こし、硝酸の収量を増やすとともに1酸化窒素を複製する、4酸化窒素は、硝酸ニトロシルしる、脳、脳酸、ディスプラスタイル、セ、 脳、脳 3, 胎児をとして振る舞い、強い酸化剤を形成する。2N2O4M2 の M2, ディスプラスタイル、セ、2N2O4M-2 の M2, ディスプラスタイル、セ、テトラフルオロホー酸にトロシルナブフ 4, ディスプラスタイル、セ、ナブフ4を参照のこと、ありがとうございます。